ジュニアアスリートを食で応援。パワー一口の力、食べて叶える。今回のジュニアアスリートは小野寺美月さん、中学3年生。お父さんのゴルフの練習を見たことがきっかけで、小学2年生からゴルフを始めました。成長が点数に目に見えて、数字で見えるところです。美月さんは先月行われた北海道明治カップジュニアゴルフ大会に出場しました。ミスった後のメンタル面だったりとか、細かいショットのミスとかが目立ってしまったので、そういうところが課題かなと思ってます。たくさんの方に応援してもらえるようなプロゴルファーになりたいなと思っています。そんな美月さんの好きな食べ物は？好きな食べ物はオムライスです。食べて叶える。美月さんの好きなオムライス、手軽に食べられるメニューですが、つい単品になりがちです。ジュニアアスリートの皆さんにはぜひ、プロの選手たちも実践している栄養フルコース型を目指してほしいです。チキンライスの中に野菜をたくさん入れ、チーズやホワイトソースをトッピングする、プラスでサラダや果汁 100% のジュースをつけると栄養フルコース型になります。そして美月さんには食に関するこんな悩みが。食物アレルギーがあるので、食べられるフルーツが偏ってしまうことです。食べて叶える。フルーツにはビタミン C やミネラル、食物繊維、ポリフェノールなどの栄養が多く含まれています。アレルギーなどでフルーツが食べられない場合は、野菜からでもこれらの栄養を補うことができます。また食べられるフルーツの果汁 100% のジュースで代用しても構いません。しかしジュースにしてしまうと食物繊維を摂ることができませんので、どの栄養を摂りたいのか目的に合わせて活用してください。美月さん、上手に食べて叶えてね。